相手の考えていることや感情が言葉に表されなくても分かるようになれば、ツインレイと結ばれる前兆であるということです。はい、皆さんこんにちは、リュウキです。今日はツインレイと結ばれる前兆というお話をしていきたいと思います。ツインレイといえば運命の相手ですよね。ですからそんな相手と結ばれることを楽しみにしているという人もいらっしゃるのではないでしょうか。そんなツインレイと結ばれるときは前兆があるんですね。そこで今回はツインレイと結ばれる時の前兆や結ばれる時にすべきことについて解説していきたいと思います。ではまずツインレイとは何なのかについてお話ししていきたいと思います。ツインレイとはスピリチュアル的に言うと究極の唯一無二の存在になります。ツインレイとは生まれてくる前に一つの魂だったものが二つに分かれた片割れのことを言うんですね。前世にまでは一つの魂であった同じ魂を分かち合っている相手であるため、ツインレイの男女の魂は今世において激しく惹かれ合い、再び魂のレベルで一つになることを目指します。なぜ二つの魂に分かれたかというと、魂を磨くためなんです。それを目的として二つに生まれてくるわけです。そんな存在がツインレイなんですね。そんな魂の成長の過程で2つに分かれた魂が再び1つの魂になるには、ツインレイ男女のそれぞれが成長して時には苦しい試練を乗り越えることが必要なんです。ツインレイと結ばれるにはこうした試練を乗り越えた果てに強く結ばれるということなんですね。だからといってツインレイは必ずしも結ばれるわけではありません。そもそもツインレイと出会わない人もいますし、出会えたとしても訪れた試練を乗り越えることができず結ばれないまま今世を終えるという人もいるんです。つまり訪れた試練をしっかり乗り越える魂レベルに達する必要があるわけです。ツインレイと出会えた人は魂レベルを拡大していくことが必要なんですね。ではそんなツインレイと結ばれる前兆としてはどんなサインがあるのか、これが多く当てはまっていたらツインレイと結ばれる時が近づいてきているということです。楽しみですね。今までのまとめ的な感じで見てください。それではツインレイと結ばれる前兆10選をやっていきたいと思います。まず一つ目です。一つ目は、相手の考えていることや感情が言葉に表さなくても分かるようになるになります。やはりツインレイはもともと一つの魂だったので考えていることや感情が伝わったりするんです。ですがエゴが強くて魂が浄化されていない状態ですと、なかなか相手の感覚感情を察知できなかったりするんですね。ただツインレイと結ばれるタイミングになると、皆さんはエゴが手放されて魂レベルが上がって浄化されているので、相手の考えていることや感情が言葉に表さなくても分かるようになるんです。魂が浄化されているということはスピリチュアル的な感覚も研ぎ澄まされていますからね。相手の考えていることや感情が言葉に表さなくても分かるようになれば、ツインレイと結ばれる前兆であるということです。そして2つ目です。2つ目は、自分のことを好きになるになります。ツインレイは自分の分身ですからね。だから自分のことが好きになっていないとツインレイとは結ばれないわけです。シンプルです。ですから最近自分のことがなんか好きになってきたな、こういう時にはツインレイと結ばれる前兆でもあるということです。皆さんは自分のこと好きですか？そして3つ目です。3つ目は、体調不良が起きるになります。これはエネルギーの変化で起こる体調不良です。皆さんのエネルギーが変わるために体もその変化についていこうとして起こるわけです。だから悪い体調不良ではないですね。好転反応的な感じで体調を崩したりします。なのでこういう時はゆっくり体を休めてあげてください。そして4つ目です。4つ目は、様々なことが気にならなくなるになります。ツインレイと結ばれる時期は魂の層が拡大しています。ですから今まで気になっていたことがあまり気にならなくなるんですね。受け入れ需要度が上がってきたということです。だから人も許せるようになったり、受け入れることができるようになったりします。要は誰にでも何にでも愛があふれる人になっているということなんですね。魂が成長したということです。そして5つ目です。5つ目は、人に貢献したくなるになります。ツインレイと結ばれる時期は誰かに貢献したくなります。もしくはもうすでに貢献していたりします。愛が溢れる人になっていますからね。人に役立つ何かをしたくなるんです。それは仕事かもしれませんし、ボランティアかもしれません。また日常の些細な場面かもしれないです。まあこのように人に貢献したくなっていたら、それも結ばれる前によく起こってくる前兆だということになります。そして6つ目です。6つ目は、執着心がなくなるになります。ツインレイと結ばれる前には執着心がなくなっているんです。なぜなら魂的にはもうツインレイと結ばれてますからね。魂的に結ばれて、物質的にはまだ結ばれてないというタイムラグがあるわけです。ですからもう魂は結ばれているのを知っているため、執着心ってなくなってくるんです。嫉妬などもなくなったりします。その時期ぐらいになるとかなり落ち着いてどしっと構えていますからね。つまり相手に依存しなくなって精神的に自立してくるということです。たとえ離れていたとしても一緒にいるような感覚になっている、そんな感覚ですね。そして7つ目です。7つ目は、相手を自分自身のように感じるになります。ツインレイと結ばれるということは、生まれる前に別れた魂がまた一つに戻るということですよね。つまり魂が統合するということです。だから相手を自分自身のように感じるようになるんです。
相手の立場に立って行動できるようになったり、相手の立場に立って考えることができるようになったりするわけです。愛が溢れるようになるんです。真実の愛で目覚めるわけです。このような感覚になるのも前例と結ばれる前兆です。そして8つ目です。8つ目は協力者が現れるになります。前例と結ばれるときは協力者が現れたりします。その人が2人の間を取り持ってくれたりするんです。2人の魂がその人を引き寄せるんですね。何かしらの形で2人の仲を取り持ってくれるわけです。たとえ音信不通の状態であったとしても2人を引き合わせてくれます。そんな人が現れたとき、ツインレ同士が結ばれる前兆だということを覚えておいてください。そして9つ目です。9つ目は人生の大きな壁を乗り越えるになります。ツインレが結ばれる前兆としては、人生での大きな壁が訪れて、その壁を乗り越えたときなんです。それはリストルかもしれませんし、離婚問題かもしれません、または交通事故かもしれません。人により様々です。ですが、そんな大きな人生の壁を乗り越えた時、魂レベルが上がってツインレイと結ばれるタイミングが近づいているということです。トラウマを乗り越えるということも当てはまります。そして10個目ですね。10個目はやりたいことが見つかるになります。ツインレイと結ばれるタイミングにはやりたいことが見つかったりします。やりたいこととは、使命や仕事で言えば転職だったりします。魂レベルが拡大しエネルギーが上がってますからね。そしてそのやりたいこと、つまり使命や仕事を全うして、これからまたどんどんエネルギーが上がっていくわけです。そして同時にツインレイも結ばれて、またより魂レベルが拡大していくということです。このような大きな変化が訪れてくるんです。以上がツインレイと結ばれる前兆10選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が、相手の考えていることや感情が言葉に表さなくても分かるようになる。そして2つ目が、自分のことを好きになる。そして3つ目が、体調不良が起こる。そして4つ目が、様々なことが気にならなくなる。そして5つ目が、人に貢献したくなる。そして6つ目が、執着心がなくなる。そして7つ目が、相手を自分自身のように感じる。そして8つ目が、協力者が現れる。そして9つ目が、人生の大きな壁を乗り越える。そして10個目が、やりたいことが見つかるになります。皆さんもこのような前兆があるかどうか、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL の方を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただけますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。